跡の後先。
ても。忌まわしい記憶とともに、反対の
ろ、アムロ。呼んどめるなら鈴を鳴らしてりゃいいんだよ。余計な話はいらないよ。じゃないか、チョコバカと。なんだ、被弾だと。方向割り出せ。狙撃か。ならアクシズからか。だいぶ調子良さそうじゃないか。
ろうアムロ。この後も守備よく頼むぞ。よし、ミサイルを撃て。あそこだ。大佐、あんなところに隠れて。クリス、ロンドベルのモビルスーツ、ミサイルか。こいつら核ミサイルじゃないか。マンネルたち、一番命中量の高いミサイルだ。すごい。ユネイが敵の核ミサイル軍を阻止してくれた。あれが強化人間の仕事だ。あの飛行機、一気で艦隊を潰すコンタクト。何？逃げろ！何なの？危険じゃないの？ケーラ待て！一人では危険だ！返してやる。私も構わずに。やめろ、ファンネルを外す。叫んな。こいつまで何だってんだ。アムロは殺せ。動きを感知している。アムロ、ケイラが。空の虹。
いな。はい、問題ありません。一気に叩く。ライト、援護頼む。任せろ、アムロ。敵は無邪気すぎる。シャアじゃない、あの男でもない。フェスならやめろ。最終加速をかけるか。
ろう、アムロ。こちらが有利、押し込むぞ。甘い、一気に叩く。甘いぞ、縁を頼む。任せろ、アムロ。アムロ。大佐のところには行かせないよ。邪気が来たか。ラーカイラのアクシスにつける。部隊は準備急げ。はい、もう少しだよ。クリス、待ってて。
やめなさい。あなたのやっていることは。やっちゃいけなかったんだよ。そんなことわからないから。大人って地球だって平気で消せるんだ。そう。Thank you.
援護頼む。任せろ、アムロ。時間がかかりすぎるぞ。まだ。工具は地球の引力で落ちる。サマラの頑張りすぎだ。そこだ。ふざけるな。たかが石ころ一つ、ガンダムで押し出してやる。正気か。バカなことはやめろ。貴様ほど急ぎすぎもしなければ人類に絶望もしちゃいない。命が惜しかったら貴様にサイコフレームの情報など与えるものか。情けないモビルスーツと戦って勝つ意味があるのか。バカにして。そうやって貴様は永遠に他人を見下すことしかしないんだ。大佐、
愛さの命が吸われてゆく。アクシスの落下は始まっているんだ。浮かんだのは伊達じゃない。立てませんよ。ギガドーマまで無理だよ。みんな下がれ。地球がダメになるかならないかなんだ。やってみる価値ありますね。もういいんだ、みんなやめろ。結局遅かれ早かれこんな悲しみだけが広がって地球を押しつぶすのだ。ならば人類は自分の手で自分を裁いて自然に対し地球に対して贖罪しなければならん。アムロ、なんでこれがわからん。離れろ、ガンダムの力は。これはサイコクレームの拍子。人の意志が集中しすぎてオーバーロードしているのか。なのに恐怖は感じない。むしろ温かくて安心を感じると。そうか、しかしこの温かさを持った人間が地球さえ破壊するんだ。それを分かるんだよアムロ。分かってるよ。だから世界に人の心の光を見せなければならないんだろう。アクシス、進路変更確実。地球から離れます。